どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3ワールドハントやっていきたいと思います。今回は、アンドビッグの主ですね、やっていきたいと思います。早速、海岸の方ついてるんで、目的地に向かって探索をしたいなと思いますが、あんまり様子はよろしくないような感じで。100m ぐらいあるなら、ローチに頼もうかね。さあ、乗っていきましょう。なんだかんだここの島は初なんで、実際何が出てくるかとか抑えてはないんだよね。さあ、でもなんかセイレーンとか、なんかそのハーピー系がいそうな声がするね。おお、おお、すごい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 。待って待って、アンクライトのものだ。そうか、あれ意外と走りながらの方がいい。いや、道的にも結構入り組んでるしね。お、なんかあるよ、あそこと。なんかすごい、あそこ行くのかな。いや、なんかあるね。ここで担架を引きずったんだな。担架か。さ、ちょっとさらに行きますか。ウィッチャーの感覚使いながらでもそんな出てこない。いやー、巨人いたねー。やっぱでかいなー。さあ、船の中を探索しますか。ただどうやって中に入るかだよねー。巨人の通った跡だ。あそこいるね。それになってたか。イグリでいいや。さあ、降りてこい。痛いねー、ダメか。よし。ちょっとカウンター的な感じになってしまったが、やっぱ聖殿か。これは巨人の足跡。こっちの担架ね。中にやっぱいるね、何かね。ずっと今日待ち望んでいる。歩き回ったつつましい。父や母、そして我が命たる二人の息子のも。力が失われ、息が切れて、筋肉はこわばり、血の流れは。あら、なかなか当たんないね、難しいね。ひどいな。
もう故郷へ帰る。さあ、水のエッセンス月中、中にいるのは間違いないから、こんなもんかな。さあ、水分取っておいて、そっから上がれそうだね。いるね。肉を入れてたのが理由は何なんだろうね。知っている豚だ。ここで何してる。見ろよ、まただ。もう何度も言ってるんだが。なんだって、ウィルフレッド。ああ、そうだな。まるで学ばない。少なくともこいつは死ぬ前に歌を聴けた。そうだね、なんで巨人と殺されなかったんだろう、ね、俺と仲間、それにセイレーンで、奴が船を作るのを手伝ってるんだ。俺は頬を塗った。逃げようとするとセイレーンに連れ戻される。船で何をする気だ。どこに行く。誰にも言うんじゃないぞ。俺の仲間たちは死んでもバラさないだろうが、お前は信用できない。約束する、誰にも言わない。いいだろう。巨人はあの船で週末の日の最終戦争ラグナロクに向かい、神々を打ち負かす気なんだ。なんかそれはそれで意外。巨人に何をもらっていたの。お前が巨人に食べ物をもらっているところを見たぞ。奴はどこで。それに知らないよ。食べ物は必要だ、仲間にもの。そこにある腕だが、噛まれた跡があるぞ。何、どこだ。ウェルマ、くそ、掃除するはずだろう。秘密を守るのが下手くそだな。選択肢はあった。やるか、飢え死にするか。だが強制はしてない。みんなで決めたんだ。ヤルマール・アンクライトを探してる。ヤルマール・アンクライトを仲間とこの島に来たと聞いた。巨人を倒すために。ああ、見たよ。ウィルマーも見た。確かなのか。ウィルマーの目を舐めるな。お前が今立っているところにいたよ。レイフに、ホーラン、ビギ、みんなやつれてたな。そうだ、アンクライトの息子もいた。ここだけの話、あいつはちょっとどうかしてるね。いつのことだ。いつのことかわかるか。何の話だ。ヤルマール・アンクライトたちはいつ来たんだ。ああ、それか、覚えていない。ウィルヘルムに聞いてみろよ。ヤルマールはどこに行った。どこに向かうか言っていたか。どうだ、ウィルマ。ああ、そうか、監視塔でキャンプを張ると言っていた。すぐに見つかるさ。谷の真ん中で何もない場所を守ってる。では後で戻ってくる。戻ってくる。ヤルマールを見つけてな。ずいぶん自信たっぷりだな。ついでに巨人を殺せるんじゃないか。一人だけでな。巨人も人間も同じさ。なあ、ウィルヘルム。自分は死なないと思ってる。もう行く。それではな。おい、本当に戻ってくるなら、丈夫な寄り糸を持ってきてくれないか。村で見つかるはずだ。それと釘も足りないんだ。忘れないでくれよ。釘と寄り糸だ。覚えておこう。手に入ったらね。さーて。はい、ばっかり。特にはなさそうなんで、先進みますか。さあ、いやー、ほんと怪物自体もそれなりに防御力上がってきたね。まあ先行こう。これは一緒やね。狼っぽい声がしたな。ここ白熊の皮は結構皮重いんだよな。一応ね、よし、行くか。こっち進んで、まあ後を追っていくとなるとね。
ヤルマルのキャンプだ。攻撃を受けたのか。そう、誰がやったか。高いところから落ちたか。上ね。巨人かな。長い戦いだったんだろう。奇襲を受けたが切り抜けたようだ。手がかりが足りない。あたりを捜索するか。さあ、このあたりは中は特にはないか。二人ここを通っている。別々にだ。この後は古い。誰かが襲撃の前に野営地を離れたようだ。あとはこんなもんかな。うん、そんなところだね。いや、まだヤルマルのキャンプ調べれてないところがあるか。あ、それももう一つの足跡やね。小舟を北へ運んだ。はあ、二つ調べる感じか。ちょっと小舟を先に見るか。船ね。まあ逃げようとしたのか、それとも作戦で使う予定だったのか、もうどちらにしてもというところだね。まあどっちみち村にやつきそうだね。ん？家が、まあやっぱないか。特に何もなし。ああ、これか。調べれる？調べれ？ない？いや、ここで途切れてはいるがっていう感じが。北風月中。洞窟あるからここ行ったっぽいけどな。船がね、何も探索でき、あ、しまった。やるのは何だ。逃げようとしたら失血死した。他の仲間はどうなってる。さあ、他の仲間もいるみたいだね。いや、出血はしているが、なんかいてん。戦いの痕跡だ。いやー、真っ二つ。巨人に追いかけられたか。ああ、巨人か。巨人は強いだろうね、さすがに。ふい、ここは？あ、でもやっぱ人いないか。さあ、釘とかが手に入った。で、酒やね。まあ、村って言ってたけど人いないのかな。なんかそんな感じするよね。あとこれぐらいか。また足跡があるね。洞窟の方へ逃げたな。さあ、洞窟へ。村人いないんだよ。あ、糸ゲッチュ。いないんだよね。さて、誰かがここで転んだ。だが運よく逃れたか。誰かがここで転んだ。だが運よく逃れたか。さあ、誰が逃げたかよね。
ああ、魔物いるね。爪の跡か、何の爪だろう。特に調べてもっていう感じか。さあ、奥行きますか。巨人は中に入ろうとした。だが諦めたらしい。はあ、巨人の爪か。また跡がある。後も後で、何の跡よ。結婚か、それとも、うん、あ、飛び降りるのに深さは十分だな。ということは飛び降りたってこと？マジで？出血。ちょっと待って待った。出血だ。落ち、そういう感じか。さあどう？意外と来ねえな。降りるか。なぜ黒魔術で気になったのが今赤いマークがあったんだよね。黒魔術、いや魔物か。とりあえずそっちに行って、イグニに変えて、当たらんな、なかなか。さあ来い。おお、そういう感じ。ほう、まさかの鮮やか一発か。頭部は宙を舞ったことだろう。綺麗に倒したってことか。お、さあ誰だ。最後まで奮闘したか。ではこっちではないと。最後まで奮闘したか。となるとこっちが行くか。いやー、どこかな、探すの結構大変やんな今回はね。ここ登る感じか。ここか、普通に登れたか。あ、それは調べなくていい感じか。さあ、こっちに行って、地は続いてるね。二人がかりで叩き切ったようだ。生き残りがいたとしてもそう多くはないだろう。二人がかりで叩き切ったようだ。そうか、望みは薄いかもしれないね。ヤルマールはここで仲間を失ったようだ。さあ、ヤルマールは生きているのか。助かってて欲しいけどね。ほい、上へ行って、まだ出血の跡があるね。結構長い洞窟だな、これはこれで。なんか嫌な感じの音がするな。あは、燃やせば爆発するね。トンネルが崩れている。あは、いや、あそこは嫌だね。こっちかな。ん、あ、トンネルがね崩れてるか。道的にやっぱこっちだよね。いや、お宝があるね。
抜けて暗殺者。ハーピーか。何かとね。はい。まあ多少攻撃受けながらは問題なしやな。さあどう来る？はい。終わり。さあハーピーの素材もちょっとね手に入れとかんと。さあここの先は何かあったんかな。いや特になしか。倒し損やね。じゃあ登っていきますか。早く見つけないとね。こっちだね。よし。何本も浴びせたようだ。打ちまくりやな。さあいるかな。まだかな。いやだいぶ追い詰められてそうな感じはするけど。危なっ。ああそっち系か。そしたらよし、オッケー。うん、イグニでいいかな。さあ、アイテムゲッチュー。何かといい感じのものが手に入るね。クエスト的に能力上がらないかな。上がらんか。そんな上がらんかったね。弓もちょっと強化したいんだけどね。こっちか。さて、いるね。当たったね。さあさあさあ、来なさい来なさい。危ない危ない。バキが初に巻き込まれたらたまったもんじゃないからね。下がれ下がれ下がれ。どっちともこう入り口は違うところに繋がる感じかな。真っ二つだ。真っ二つか。あ、力はあるみたいだね。まあさすがと言うべきか。こっちは別の場所に。あ、やっぱお宝あったね。変わるかな。うん、そんなないか。鎧系が欲しいんだけどね。上着がね。どうだ、いるか。鍵がかかってる。お、なんならファストトラベルできるようになったね。ここから入れるね。巨人の食料庫か。大勢集めたんだな。だがヤルマールは見当たらない。手がかりを探そう。
ヤルマールはここに来たはずだ。何か逃げていったな。まあなかなかえぐいな。取れるものは取っていく。何かが逃げたような感じではあったけどね。三段高級できたね。レバウラーか、痛いね。レベル17、なんか急に強くなったね。よし、いい感じで爆発しろ。よし、で、君も爆発で、君も爆発。いやー、名前ね、見て判断しないといけないね。食料庫を拝見させてもらうとしよう。特にはない。さあ、ヤルマールはどこだ。無事だといいけど。お、古い足跡がたくさんある。巨人はよくここを通ったんだろう。まあフロレンスなんてね、使い道ないだろうしね。こんなもんか。ってことは外か。いや、でもこの辺りに間違いなくここを通ったな。通ったか。そうなると、あと証拠は何があるかな。ここ抜けて、入っていって、やっぱ左か。これ左抜けて、で、さらにっていう感じか。あ、だいぶ追っかけられてるような感じだね。さ、いや、あ、ここは二手に逃げてる人の足やね。右側はまた違うのかな。さあ、無事たどり着くか。いや、ちょっと待った。あ、合ってるね。進まないからびっくりした。早すぎたか。よし。アイテムは整えて。あれ、意外とこのまま奥行ってるか。なんか嫌な音がしたね。足跡があるが、いや、まださっきか。だいぶ来たよ。道具の廃墟。あ、いる。さあ、セイレンさん、降りてきちゃっていいのよ。意外と、あー、そこはね、届かないんだよな。
意外と。場所が悪い。こっちからかな。よし、そうそう、降りてきてくれれば余裕なんだけどな。生きてたね。感謝する白き者。お前がいなかったらもっと長くかかっただろう。レイフを何とかしなければ奴らに内臓を引き裂かれるところだった。生き残った最後の二人なんだ。自己紹介がまだだった。俺はヤルマール・アンクライト。窮地を救ってくれたこと決して忘れないぞ。リビアのゲラルトだ。リビアのゲラルト。女魔術師とウィッチャーの歌に出てくる。生きていたのか。そのようだ。これはすまなかった。おとぎ話の類だと思っていた。父がよく冒険の話をしてくれたよ。それでアンドビクで一体何を。お前の父親に頼まれてきた。お前の父に頼まれた。すぐ島に戻れ。巨人を殺すまでは帰らないと分かってるはずだ。状況が変わった。スケリッジ全体の運命がアードスケリッグで決まる。新たな王を選ぶんだ。スケリッジの運命はここで決まる。この偉業を成し遂げれば俺は神々に選ばれた統治者となれる。他の候補たちはすでにケイアトロールドで待っている。うん、なら急がなければ。いよいよ巨人と対決だ。一緒に来るか。お前全く話聞いてねえな。わかった。もういいか。言わないといかないだろ。手伝わなくても巨人と戦うんだな。もちろんだ。だがまずレイフの手当てだ。どこか楽な場所に運ばないとな。レイフは死んだ。何？気を失ってるだけさ。少し出血したからな。死んでいる。間違いない。巨人の心臓に剣を突き立てると誓ったのに、先祖の骨に誓ったんだ。行くぞ。そうか、友人もね、どんどん失血死か、失血死か。そうか、まあメンタルもおかしくなるわ。危なかった。ラミアか。これを急げ。ほら、もたつくな。クラフそっくりだ。若い頃似てるのかな。まあ、僕過去作はしてないんでね。奴はとにかく巨大なんだ。そうだろうね。もう奴を仕留めたも同然だな。気が早いな。ここも親父さんに似てるのかな。どうなんだろうね。まあちょっとね、この喋ってる感じはバカっぽく見えてしまってしょうがないんだけど。さあ、こっから。ゲラルト、手伝ってくれ。ここから巨人の洞窟へ行けるんだ。そうか、ねぐらがあるか。あ、結構地道な。そしたら弓三段ジョイス、竜の弓。まあ三段も用意しときますか。さあ入り口。正面はいけない。寒くなってきた。近いぞ。やばそうやな。注意しろ。一歩間違っただけでも奴が起きるぞ。急げ。起きる前に出してくれ。この辺りに鍵があるはずだ。待て。ビギのあだ名を知ってるか。間抜けさ。
ふさわしい名だよ。巨人を倒すまであそこに放っておくのがいい。なんだって？頭は大丈夫か、アンクライト。あいつは仲間じゃないのか。だからこそ、奴が何をしでかすか分かるんだ。分かった、あのままにしよう。分かった。このままここにいてもらおう。なんだって？覚えてろ、アンクライト。手柄を独り占めする気か。今すぐ出してくれ。こういう時は知ってるやつをね、に任せんとね。岩トロール。さあ、ボス戦、久しぶりのボス戦やね。切れたから、こっちは、3回じゃダメ。ちょっとあれ、剥がんといかんな。イグニでちょっと様子見るか。あ、やっぱ火効くね。いいね。うわ、強えな、やっぱ。うわー、ちょっと厄介そうな感じだね。やるまで手伝ってくれるのかなと思ってたけど、意外と手伝ってくれるんだよな。後ろを取って、よしよし、クリティカル狙って。危な、ダメージは入ってるか。いや、もうちょい、よし。よし、ついてなかったな。出してやるべきだった。自分を責めるな。ビギは予想のつかないやつだ。出してやるなり、武器もなしに巨人に立ち向かっていたかもしれない。何が起きたかは分からない。やつのせいで負けていたかもしれん。助かったよ、ハクロー。吟遊詩人が巨人殺しのゲラルトを歌にするだろう。ありがとう、そうしてくれ。巨人を倒した功績はお前のものだ。巨人殺しのヤルマールの方がいいな。これはお前の冒険だ。栄光に値する。うん、それもそうか。ここを離れよう。見て回りたい。もう少し見て回りたい。それなら浜辺で会おう。港の近くだ。あのね、お宝があったのよ。お宝があったからさ、ちょっとさ、ね、今回はね。さあ、銀の剣最高級レシピが来た。新しいクエスト王の一手。あとは、あ、やっぱどっちみち檻の鍵がいるね。あ、助けたい人は先に今のを手に入れてという感じか。こんなもどっかな、なさそうだね。よし、そしたら外出て港行きますか。
21。ああいいの来たね。銀の剣めっちゃ強い。これロックとかできなかったよね。防具は低い、足も低い。まあそんな防具はいいのはないか。あれどっちだろうな。ヤルマールがなんか巻き込まれてそうな感じもするよね、あの感じはね。それを考えるとまあちょっと犠牲になってもらうっていう感じでいいかな。後悔はない。かま。動け動け動かない、意外と動かない。さてさあ、そしたら見つけて戻りますか。そんなアイテムなさそうだしね。意外と入れないところが多いんじゃないかな。うん、それっぽいものはない。まあでも飛べるっていうことはそれだけ何もないってことも言えるんだろうね。どこにあるかな。あ、あったあったあった。さあ港に行きますか。でも港に飛んでわざわざって感じか。クエストは終わってるっぽいからね。あ、いた。の前にちょっと錬金術を。オイルが3つほどいけるね。錬金、あ、錬金はいいや。霊薬、新しい霊薬はこれで雷光上質。おお、攻撃力上がるね。はい、やるまる。アードスケリッグに戻るのか。ああ、大いにつかなければな。巨人を殺し、アンドビクを取り戻した。そして仲間を死なせた。他に誰が大いに名乗りを。当然ブルーボーイの野郎はいるだろう。あとはオトリグ、スバンリッチ、それにセリスだ。セリス、妹が。だがあいつは。ああ、彼女はスピカローグへ旅立った。セリスはスピカローグへ旅立った。一人でな。一人で。一体何を考えているんだ。誰かが後を追いかけて愚かな行いを止めるべきだった。セリスはもう戻っている。しかも成功した。おお、セリスはいつも俺と競うのが好きだった。最後に勝つのは俺だがな。さあもう行かなければ。じゃあな、ゲラルト、助けてくれてありがとう。それではな、アンクライト。さあこれで一通り終わりというところか。であるが、クエスト見て最後だね。王位継承問題の解決に力を貸す。これで多分ゲラルドが選択をなんか迫られそうだな、この感じだとね。ヤルマーリにするのかセリスにするのかとか、なんかそういうの出てきそうだな。二人の手伝いしてるからね。でもヤルマールにしてた方がっていう気もする。どっちもどっちで大変だからね。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ次回スケリッチ編が終わるんじゃないかなと思いますんで、スケリッチ編が終わればついに霧の島とシリの助けに行くという感じだね。これがね、
で、多分そこからまた一気に話が進むんじゃないかなと思うんで、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。